アステカは1428年頃から1521年までの約95年間北米のメキシコ中央部に栄えたメソアメリカ文明の国家。メシカ、アコルはデパネカの3集団の同盟によって支配され、時と共にメシカがその中心となった。言語は古典ナワトル語。アステカという名称は19世紀初めの アレクサンダー・フォン・フンボルトが名付けた造語で、自称ではない。民族の伝説上の古地であるアストランに由来する名称だが、メシカの人々は、アストランを去った後に、新しい民族としてのアイデンティティを得たのであって、古地によって名前をつけるのは適切ではないという批判がある。それ以外にも、言語、地理、政治、民族、土器の種類などのどれを基準として、 アステカと言っているのかわからない範囲としても、メシカの実を指す場合もあれば、メキシコ盆地のすべての人を指す場合もあれば、ナワトルゴア社すべてを指す場合もあれば、アステカ三国同盟を指す場合もあれば、マヤとオアハカ州の住民を除くメソアメリカすべての人々を指す場合もある、という問題がある。とはいえ、 アステカという言葉は長く使われているために、にわかに変えられないが、より明確にするためには、以下のような語を用いることができる。歴史的には、アステカ人の移動と定住は12世紀頃より続いた、北部からの父メカ人の南下、侵入の最後の一章にあたる。アステカ神話によれば、アステカ人は、アストランの地を出発し、狩猟などを行いながら、 メキシコ中央高原をさまよっていた。やがて、テスココ、アスカポツァルコ、クルワカン、シャルトカン、オトンパンなどの都市国家が存在するメキシコ盆地にたどり着き、テスコココ畔に定住した。1325年、石の上に生えたサボテンに、ワシが泊まっていることを見た、メシ家族は、これを街を建設するべき場所を示すものとして、テスコココの小島に、都市、 テノチティトランを築いた。その後、一部が分裂して、近くの島に、姉妹都市、トラテロルコを建設したとされる。アステカの神殿アステカのイーグル戦士の、長像アステカのジャガー戦士スペイン征服時の、メキシコ盆地アステカ神話を題材とした、メキシコの国衝アステカは、メキシコ盆地の最大勢力であるテパネ家族の国家、アスカポツァルコに長考して、その庇護を受けていたが、 1375年、赤マピチトリは、アスカポツァルコ王国の許可を得て国王に即位し、世襲の王族となった。当時のアスカポツァルコ王、テソサモクは一代の英首であり、彼の時代に、アスカポツァルコは、メキシコ盆地のかなりの部分を制圧する。アステカは、アスカポツァルコの属国として、兵員を提供する義務があったが、やがてアスカポツァルコの許可のもと、アステカは、 独自に出兵を行うようになり、テスコココの南部にあるいくつかの集落を領土に加えた。こうしてアカマ、赤間ピチトリは、アスカポツァルコの属国として、領土を拡張することで国力を増加させた。1396年にアカマ、赤間ピチトリが死去すると、その子であるウィツイリウイトルが長老による、評議会によって王に選出された。ミツイリウイトルも父同様アスカポツァルコに従い、 その過程で領土を拡大した。この頃、アスカポツァルコ最大のライバルは、テスコココ島岸のアコルワ人の都市テスココとなっていた。テスコ王のイシュトリルショチトルオメトチトリは、父メカの王を称し、アスカポツァルコと対決する姿勢をとった。イシュトリルショチトルの妻は、アステカの有力者であるチマルポポカの娘であり、この隕石関係を利用してテスココはアステカに、共闘を呼びかけたが、 1417年に、アステカの第三大国王に就任したチマルポポカは、アスカポツァルコとの同盟を堅持して、テスココと敵対する方針を取った。1418年、アスカポツァルコとテスココはついに改戦し、アスカポツァルコが勝利。イシュトリルショチトルは殺害され、息子のニサワルコヨトルは逃亡してテスココは、アスカポツァルコの支配下に入った。 この戦いでアステカは大きな役割を果たし、アスカポツァルコの最有力の同盟都市の一つとなった。1426年にテソソモクが死亡すると、アスカポツァルコ王にはテソソモクの息子であるマシュトラが即位したが、権力闘争が激化し、その過程でチマルポポカも暗殺された。代わって1427年に王位に就いたイツコアトルは、アスカポツァルコへの敵対を強め、 一触即発の雰囲気となった。この時テスココの旧種であるネサワルコヨトルが同盟案を携えてテノチティトランを訪れアステカに援助を要請した。この案は受け入れられ、まずアステカ軍はテスココへ進行してネサワルコヨトルを支配者とし、その後両都市とさらに湖の西岸にあるテッパネカ人の都市トラコパンの三都市が同盟を結んでアスカポツァルコへ。 信仰し、1428年に滅亡させた。こうしてアステカは、テスココと共闘して、アスカポツァルコを倒し、湖の西岸にあるトラコパンを加えて、アステカ三国同盟を結成した。これが、いわゆるアステカ帝国である。この後アステカの勢力が、他の二都市を押して伸びていくものの、国勢上はアステカは最後まで、アステカテスココトラコパンの三都市同盟だった。 アスカポツァルコ崩壊後、三都市はその領土を分割し、テスココは湖の東部を、トラコパンはアスカポツァルコを含む湖の西部を、そしてテノチティトランは湖の北部と南部の支配権を得た。この勢力図はその後も継承され、各都市はそれぞれその方向に勢力を拡大していった。アスカポツァルコを滅ぼし覇権を握ると、イツコアトルは勢力拡大に乗り出した。 まず最初に手をつけたのが、ネサワルコ・ヨトルへの軍事援助とテスコ・ココ南部への出兵である。テスココを奪回したばかりのネサワルコ・ヨトルは、まだ安定した勢力基盤を築き上げておらず、このためイツコ・アトルは、ネサワルコ・ヨトルへの援軍として、テスコ,コ・コ東部のアコルワ人地域への出兵を行い、この地域をテスココの勢力範囲として確定させた。アコルワ地域の制圧をもって、 1431年にネサワルコ・ヨトルはテスコ港に正式に即位した。一方テノチティトラン独自の動きとしては、テスコココ南部のソチミルコ地域へ出兵し、この地域を完全にアステカの支配下に置いた。この地域は、チナンパ畑の広がる非常に肥沃な国葬地帯であり、ここを制圧したことで、 アステカの食糧事情は大幅に改善され、また同盟の谷都市に対する優位を保つ力の源泉ともなった。この地域を制圧するとすぐに、イツコアトルは、テノチティトランとテスコココ南部のイツタパラパントを結ぶ土手道を築き、これによって、テノチティトランから帝国南部への交通が大幅に改善されたほか、 淡水のテスコココ南部と塩水のテスコココ北部の水が交わるのを防ぎ、南部の農業生産に改善をもたらした。1433年にはさらにメキシコ盆地の南にあるクアナウアク地方に同盟3都市で共同出兵して占領し、これがアステカの領土拡大の端緒となった。アステカ王イツコアトルテスココをネサワルコヨトル、 トラコパン号とトキルワストリの三者同盟は強固なものであり、特に、テスコ港のネサワルコヨトルは、放置システムや征服した領内の旧支配者を服位させて、間接統治するシステムの整備。さらには、テスココ内の堤防建設などによって、アステカの基礎を固めるのに、大きな役割を果たした。1440年、イツコアトルの後を継いで、モクテスマ一世が即位する。 モクテスマ一世はまず南に隣接する地域などの支配を固めるとともに、ネサワルコヨトルの支援を得て、テスコココを南北に分断する包みを築いた。この包みによって、テスコココの水位調節がうまくいくようになったほか、テスコココ中部のテイノチティトラン周辺の湖水の塩分濃度を下げ、農業用水の確保も可能になった。当地が固まると、モクテスマ一世は、 遠征を頻繁に行い、メキシコ湾岸の熱帯地方を占領、従属させて勢力を広げた。また、南東のミステカ人地方にも進行し、商業都市コイ虎トラワカをはじめとするいくつかの地域を支配下に収めた。征服した土地に対して貢ぎ物を要求したが、統治はせず、自治を許していた。非征服地はたびたび反乱を起こしたが、武力で鎮圧された。 1469年に、モクテスマ一世が死去した頃には、現在のベラクルス州の大半にあたる太平洋岩地区や、プエブラ州の南部、オアハカ州の一部までが、アステカ領となっていた。1469年、モクテスマ一世の死去に伴い、アシャヤカトルが即位した。彼も、また周辺地域に盛んに出兵し、征服を行った。1472年には、 テスココ国王であり、長年アステカ三国同盟の重鎮であった、ネサワルコヨトルが死去した。1473年には、アステカ内の二大都市であり、徐々に対立を深めていたテノチティトランとトラテロルコの間で内戦が起こった。この内戦は短期間で終わり、テノチティトランの優位が確立された。国内の再統一を済ませると、アシャヤカトルは西へと進行し、 1475年から1476年にかけての戦いでトルーカを征服し、西に隣接する大国タラスコ王国へと侵攻したものの大敗を喫した。1479年には太陽の石を奉納している。1481年にアシャヤカトルが死去するとその弟であるティソクが即位したものの彼は軍事的には無能であり、1486年に 暗殺された1486年に、テ族の弟であるアビゾトルが即位すると、再び軍事的拡張が再開した。彼の第二、アステカ帝国の領土は、太平洋沿岸の熱帯地方まで到達した。アステカの支配地域は、太平洋岸に沿って、西に細く伸びるようになったが、これは、西の大国タラスコ王国への侵攻拠点とする、目的も持っていた。 地勢の末期には南東方向へも進出し、現在のチアパス州南端にあたりカカオの大生産地であったそこヌスコまでを征服したが次第に前線が遠くなるにつれ平坦の問題が発生し、それ以上先へ進むことはできなかった。この遠征の指揮官は次の国王,王となるモクテスマ諸子予賃であった。アウィズ・オトルの地勢には、それまでテノチティトランなどの帝国中心都市のみに、 限られていた神殿の建設などの公共事業も積極的に推し進められ、宗教的な統一が図られるようになった。1502年、アビツオトルが死去し、モクテスマ諸子予ンが、モクテスマ2世として大いに着くと、南方の太平洋沿岸へ遠征を行い、ヨピジンなどを復従させて新たな領土を獲得した。しかし、南端のトトテペク王国は抵抗を続けた。 モクテスマ2世は、儀礼の強化などにより、貴族と平民の間の差を確立する政策を取った。また、モクテスマ2世は、優れた指揮官であり、彼の時代に、オアハカの大部分がアステカ領となり、また、周辺諸国へも、積極的に出兵していった。1519年に、エルナンコルテス率いるスペイン人が到来した時点で、アステカの支配は、 約20万平方キロメートルに及び首都テノチティトランの人口は数十万人に達し、当時世界最大級の都市であった。中心部には神殿や宮殿が立ち並びしも立って大いに繁栄した。この時アステカの勢力は絶頂に達しており、領域は本来の領土であるメキシコ盆地を遥かに超え、現在のメヒコ州、モレロス州、プエブラ州、ゲレロ州、 オアハカ州、ベラクルス州、イタルゴ州の大部分、ケレタロ州の南部、チアパス州の海岸部を支配下に収め、メキシコ中部をほぼ統一する中央アメリカ最大の帝国を築き上げていた。ただし、トラスカラ州にはトラスカラ王国が拡挙しており、アステカと激しい戦いを連年続けていた。また、西部のタラスコ王国との戦いもこ着していた。 東に広がる五古天気のマヤ文明の諸国には、進軍することはなかったが、商人による交易ネットワークによって結ばれていた。1519年の状況は、このようなものであり、近隣諸国でアステカを打倒しうる勢力は存在せず、統治システムにもほころびは見られなかった。一の足、アステカには、かつてテスカトリポカ神に追いやられた、白い肌を持つ、ケツァルコアトル神が、 一の足の年に戻ってくるという伝説が存在した。帰還したケツアルコアトルがかつてアステカに譲り渡した支配権を回復すると信じられていた。一の足の年の10年前にはテノチティトランの上空に突然大きな彗星が現れた。また女神の神殿の一部が焼け落ちてしまった。その後も次々と不吉な出来事が起こった。アステカ人たちは 漠然と将来に不安を感じていた。そうした折であった、一の足の年の2年前から、東沿岸に現れるようになった、スペイン人は、帰還した、ケザルコアトル一行ではないかと受け取られ、アステカのスペイン人への対応を迷わせることになった。滅亡メソアメリカ付近に現れた、スペイン人は、繁栄する先住民文化を、キューバ総督、ディエゴ・ベラスケスに報告した。 1519年2月、ベラスケス総督の配下であったコンキスタドールのエルナン・コルテスは、無断で16頭の馬と、大砲や小銃で武装した500人の部下を率いて、ユカタン半島沿岸に向け出版した。コルテスは、タバスコ地方のマヤの先住民と戦闘を行い、その勝利の結果として送られた女奴隷20人の、中からマリンチェという先住民貴族の娘を、 通訳として用いた。サンフアンでウルア島に上陸したコルテスは、アステカの使者からの接触を受けた。アステカは財宝を送って、コルテスを撤退させようとしたが、コルテスは、ベラクルスを建設し、アステカの勢力下にあるセンポアラの街を味方につけた。さらに、スペイン人から離脱者が出ないように手持ちの船をすべて沈めて、退路を立ち、300人で内陸へと進軍した。 コルテスは途中の町の多くでは抵抗を受けなかったが、アステカと敵対していたトラスカラ王国とは戦闘になり勝利し、トラスカラとは僕を結んだ。10月18日、チョルーラの虐殺が起きた。1000人のトラスカラ兵と共にメキシコボンチへと進軍した。1519年11月18日、コルテス軍は首都手のチティトランへ到着し、 モクテスマ二世は抵抗せずに艦隊した。コルテスたちは、モクテスマ二世の父の宮殿に入り6日間を過ごしたが、ベラクルスのスペイン人がメシカ人によって殺害される事件が発生すると、クーデターを起こして、モクテスマ二世を支配下に置いた。1520年5月、ベラスケス総督は、ナルバイスにコルテス追悼を命じ、ベラクルスに軍を派遣したため、 コルテスは120人の守備隊をペドロデアルバラードに託して一時的にテノチティトランを後にした。ナルバイスがセンポアラに駐留するとコルテスは黄金を用いて兵を引き抜いて兵力を増やした。雨を利用した吸収でナルバイスを捕らえて勝利すると投降者を編入した。コルテスの不在中にドシカトルの大祭が取り行われた際アルバラードが 丸腰のメシイカ人を吸収するという暴挙に出た。コルテスがトノチティトランに戻ると大規模な反乱が起こり、仲裁を買って出た、モクテスマ2世は、アステカ人の憎しみを受けて殺されてしまう。1520年6月30日、メシイカ人の怒りは頂点に達し、コルテス軍を激しく攻撃したので、コルテスは命からがらテノチティトランから脱出した。この出来事を、スペイン人は、 悲しき夜と呼ぶ。王を失った、メシイカ人は、クイトラ枠を新王に擁立して、コルテス軍との対決姿勢を強めた。7月7日、オツンバの戦い。1521年4月28日、トラスカラで軍を立て直し、さらなる先住民同盟者を集結させたコルテスは、テテスコ湖畔十3隻のベルガンティン船を用意し、数万の同盟軍と共に、 テノチティトランを包囲した。1521年8月13日、コルテスは病死した、クイトラーク国王に代わって即位していた、クアウテモク王を捕らえ、アステカを滅ぼした。その後スペインは、アステカ帝国住民から、金銀財宝を略奪し、徹底的に、首都、テノチティトランを破壊し尽くして、移行の上に植民地ぬえばエスパーニャの首都を建設した。多くの人々が、 旧大陸から伝わった薬病に感染して、そのため地域の人口が激減した。その犠牲者は、征服前の人口はおよそ1100万人であったと推測されるが、1600年の人口調査では、先住民の人口は100万程度になっていた。スペイン人は暴虐の限りを尽くした上に、薬病により、免疫のない先住民は短期間のうちに激減した。アステカは、 国政上は、メシュカ人のテノチティトランアコルワジンのテスココテーパネカ、ジンのトラコパンの三都市同盟であり、それは1428年の同盟締結から1521年の帝国滅亡に至るまで全く変わらなかった。同盟内でテノチティトランに次ぐ勢力を持ったのは、テスココで学問や文化の中心地となっていた。特に、テスココ王のは、政治、 文化面で様々な貢献をなした名君であり、その子であるネサワルピリも名君として知られ、この二代においてはテスココはアステカに対抗しうる力を持った存在であった。トラコパンはこの三都市中では最も勢力が弱く隠した扱いとなっていた。しかし、徐々にテノチキトラン及びトラテロルコを中心とするメシカが勢力を拡大していき、 三都市同盟を代表するようになっていった。アステカ帝国の歴代君主とはすなわちメシカ人のトラトアニを指すかなりの独立性を持っていたテスココもネサワルピリの死後急速にアステカの支配権が強まっていった。三都市はそれぞれ自都市に属する属国を持っており、そこから功能を受け取っていた。各属国の王は以前からその土地を支配していた王であることもあったし、 創始国から任命された支配者であることもあった。各都市はそれぞれ領域を広げていったが、アステカ帝国の特徴としては、帝国内に多数の独立勢力を抱えていったことである。トラスカラ王国などのこういった独立勢力は、アステカと激しい戦闘を繰り広げ、周辺地域が全てアステカの支配下に落ちても抵抗を続けていた。これらの独立勢力はやがて、 スペイン人の侵入時にスペインと同盟を結び、兵力、物資の供給地並びに、根拠地としてアステカ滅亡に大きな役割を果たした。また、周辺諸地域への支配は厳しく、しばしば反乱が起き、それに対する再征服もよくあることであった。こうした支配地域の反感は、スペイン人侵入時に、それら地域の離反という形で現れ、 帝国の急速な画界の一員となった。アステカでは、多神教に基づいた、神権政治が行われ、王は王家の中から選ばれた。王である、トラトアにはもともと外務を司る長であり、内務を司る長であるシワコアトルとは対になる存在であった。シワコアトルの地位には、アステカ帝国成立期には、イツコアトルの弟であるトラカイレルがついており、強い権限を、 未だ保持していたが、トラカエレルの死後にその地位は、急速に低落し、スペイン人が到来した頃には、トラドアには完全な絶対君主となっていた。貴族階層には、世襲貴族に加え、戦争などで功績を上げて平民から引き上げられた貴族が存在した。大多数の平民はマセワルであった。さらに商人は、平民ではあるが特別な法や神殿を持つ、 特権集団を形成していた。最下級に戦争捕虜や負債などのために身売りした奴隷が存在した。奴隷は自由身分に解放されることもあったが、個人の所有物として相続の対象とされた。アステカは軍国主義の色彩の強い国家であった。この性格は、終末古典期以降のメソアメリカの諸国家に特徴的であり、アステカは テオティワカン水体後の終末古天気から五古天気の中でとりわけ強大な国家であった。ジャガーの戦士やワシの戦士を中核とする強力な軍隊が征服戦争を繰り返し諸国民に恐れられ、服属する国家から兆候を受ける見返りに自治を与えて人民を間接統治した。諸国を旅する商人は時に偵察部隊としての役割も果たし、敵上視察や、 反乱情報の収集に従事した。武器としては、鉄器は存在せず、制動機も武器には使用されず、黒曜石による石器が中心であり、黒曜石の刃を木剣に挟んだ、まかなや木製の柄の先に、黒曜石の刃をつけた石槍であるホルカンカや、テポストピリー、手持ちの投げ槍機であるアトラトルなどが、主な武器であった。アステカのカレンダーアステカは、 軍隊の迅速内動を可能にするため道路網を整備していた。この道路網を通じて、諸地域の産物がアステカに集まりその繁栄を支えた。手のチィトランの中心部では毎日市場が開かれたという。基本的な商業活動は物々交換であったが、カカオ豆が貨幣として流通しトウモロコシや芋類、豆類などの農産物、 プルケシュやタバコなどの試行品、専門の職人によって制作された質の高い、陶製品や様々な日用品が市場で売買されていた。こうした地域に根付いた商業のほか、長距離交易も行われていた。長距離交易はポチテカによって行われており、ケツァールの羽や翡翠カカオといった熱帯産の高級品を主に取り扱っていた。こうした商品の 主な産地は、東方のマヤ文明の諸都市やその近隣地方であった。また、支配下諸地域からの効能もこの道路網を利用して行われており、持ち込まれる大量の功能品は、アステカ経済の大きな一部分を成していた。アステカの食料生産の基盤は、高い生産性を誇るチナンパ農業である。アステカの派遣以前は、テノチキトランの島内に、 チナンパが造成されていたものの、テノチティトラントラテロルコ漁師の食料を賄うには、とても足りず、食料の安定供給は、急務となっていた。アステカが覇権を握ると勢力圏内に、積極的に、チナンパの造成をはじめ、特に、テスコココの南部には大規模なチナンパ地帯が、造成されて、国葬地帯となっていた。このほか、テスココ支配下のアコルワ人地域では、 だんだん畑が造成されるなど、食料供給と農業開発に、アステカの歴代君主は心を砕いた。アステカの中心作物はトウモロコシであり、これは主国であり、経済の基盤ともなっていた。トウモロコシはかゆやたまる、トルティーヤにして食べられていた。このかアステカで、主に栽培されていた作物には唐辛子、インゲン豆、トマト、アマランサス、カボチャ、 サツマイモ、クズイモ、ピーナッツなどがあった。飲料としては、流絶卵から醸造されるプルケシュが重要であったが、より格の高い飲料としてはカカオから作られる、ショコラトルが珍重されていた。ショコラトルは価値が高く、原料のカカオ豆は貨幣として流通するほどだった。また、香料としてはバニラが珍重されていた。アステカ文明は、 先に起こったウルメカテオティワカンマやトルテカ文明を継承し土木、建築、製党、工芸に優れていた。鉄器は存在せず、製銅器は利用はあったものの装飾品利用が主なものであり、日用品や武器などは黒曜石などの石で作られたものが大半であった。アステカは大規模な土木工事を盛んに行った国家であり、神殿の建設や水利工事などで 高いい技術力を持っていた特に水利工事は湖に囲まれているテノチティトランを、ととするアステカにとっては、非常に重要な技術であり、上記のイツコアトルによる、イツタパラバン道の建設やモクテスマ一斉による、テスコココ中堤防の建設などの湖の治水が、積極的に行われた。このほか塩水湖中にあり、生活用水の不足しがちなテノチティトランに水を、 供給するため、モクテスマ一世は1466年にチャプルテペク水道橋を建設し、西のチャプルテペクの泉から湖を越えて市内に水を供給した。アステカは精密な天体観測によって現代に引けを取らない精巧な暦を持っていた。アステカの暦は2つあり、先日に使う260日歴と、 国家行事を運営するための太陽暦である365日暦の二つの暦の体系を持っていた。この二つの暦が重なり合うのは52年に一度であり、そのため、アステカにおいては52年を一つの周期として扱っていた。アステカはそれまでのメソアメリカ諸文明の神々を継承し取り入れ複雑な信仰体系を構築した。アステカ神話においては、 アステカの民族神であるウィゼルポチトリをはじめ、ケツアルコアトリやテスカトリポカ、アマガミトラロックなど様々な神が崇められ、崇敬を受けていた。アステカ神話においては、世界の創造と破壊は、過去4回起きており、現在の世界は5番目のものであると考えられていた。1479年に、アステカ王アシャヤカトルによって奉納され、 現代では最も巧妙なアステカの遺物の一つとなっている太陽の石にはこの世界観や暦が刻まれている。生贄の儀式。石器のナイフで胸を裂き心臓を取り出すアステカ社会を語る上で特筆すべきことは人心獄の真事である。人心獄は世界各地で普遍的に存在した儀式であるがアステカのそれは他と比べて得意であった。メソアメリカでは 太陽は消滅するという終末信仰が普及していて人間の新鮮な心臓を神に放棄ることで太陽の消滅を先延ばしすることが可能になると信じられていた。そのため人々は日常的に人心ごくを行い生贄になった者の,の心臓を神に捧げた。また人々は神々に乞子や法上を祈願する際にも人心ごくの神事を行った。アステカは 多くの生贄を必要としたので、生贄を確保するために戦争することもあった。三つ色ポチトリに捧げられた生贄は、祭壇に据えられた石のテーブルの上に仰向けにされ、神官たちが死死を抑えて、黒曜石のナイフで生きたまま胸部を切り裂き、手掴みで動いている心臓を摘出した。しっぺとテックに捧げられた生贄は、神官たちが生きたまま、生,贄から生皮を剥ぎ取り、 数週間まとって踊り狂った。人心獄の神人は目的に応じて様々な形態があり、生贄を家中に放り込むこともあった。現代人から見れば残酷極まりない儀式であったが、生贄にされることは本人にとって名誉なことでもあった。通常、戦争捕虜や買い取られた奴隷の中から、見た目が高潔で健康なものが生贄に選ばれ、人心獄の神人の日まで丁重に扱われた。 神事によっては、貴人や若者さらには、幼い小人が生贄にされることもあった。1375年、赤間ピチトリ1395年、三井リウイトル1417年、チマルポポカ1427年、イツコアトル1440年、モテウクソマイルイカミナ1469年、アシャヤカトル1481年、 ティソク1486年、アウィチョトル1502年、モテウクソマショコヨトル1520年、クイトラワク1521年、クアウテモックアステカ王国がわずかな勢力のスペイン人に滅ぼされた理由が、白い肌のケツアルコアトルガミが、一の足の年に帰還するという伝説があったため、アステカ人たちが白人のスペイン人を恐れて抵抗できなかったという、ためだったという通説については、 異論を唱える研究者もいる。大井国明によれば、ケツアルコアトルが白人に似た外観であったというのは、スペイン人が書き記した文書にのみ見られるという。白人が先住民の支配を正当化すべく、後から話を作った可能性があるという。また、スーザン・ジレスピーによれば、アステカ側の年代記制作者が、わずかな勢力に王国が滅ぼされたことの理由付けとして、 後から話を作った可能性があるという。実際の理由としては、アステカが、それまで経験してきた戦争は生贄に捧げる捕虜の確保が目的であり敵を生け取りにしてきたのに対し、スペイン人たちの戦い方は、敵の無力化が目的であり、殺害も意図はなかったこと。また、スペインの軍勢の力を見せつけるべく、チョルーラで大規模な殺戮を行うなどしたが、アステカの人々にとっては、 集団同士の戦いでの勝敗は、それぞれの集団が信仰する神の力の優劣を表していたこと。そしてまた、スペイン人たちは、銃や馬で武装しており、アステカの軍勢は未知の武器に恐れをなして、たびたび敗走したこと。スペイン人がアステカに不満を持っていた周辺の民族を味方につけたこと、などが挙げられる。これらのほかモクティソマ王自身が、 不吉な出来事や自身が権力の座を失うことなどに不安を募らせ、希望を失って首都を離れようとするなど遠征的な気持ちに囚われていたことがアステカの軍勢の指揮をも落としていただろうという指摘もある。ありがとうございます。